YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バイオリン奏者のさよこです。今年もね、4月に入って、まあ、だいぶ経つんですけど、まあ、4月ってなんか新しいことをねやるような季節じゃないですか。ということで、まあ、今年 YouTube もせっかく、少し頑張ってきたので、 YouTube の企画として、何か新しい鐘がね鳴ってますね。はい、気を取り直して、で今年は YouTube でもね、新しいことに何かチャレンジしたいなと思って、今年はこれにチャレンジします。じゃん、ギターです。ちょっとこうサウンドボールの位置が変わってて可愛くないという、あの一目惚れして割とあの買ったギターなんですけど、実はこのギター、今買ったものじゃないんですね。3年ぐらい前にも1回ギターを実はやろうかなと思って、で、まあ、お茶の水にねこの子を買いに行ったわけですけど、買った日はすごいテンション上がって、よし頑張るぞって思って、結局まあ部屋の片隅にねその後3年間眠っていたっていう、まあ、そんな挫折もあったりと、実はあのもう一回やろうと思った時があって、高校生になるとみんなバンドとかね結構やりたくなるじゃないですか。エレキギターをやりたいなって思って、まあ、買いに行ったんですけど、やっぱりこうエレキギターっていうと特になんか不良のね象徴みたいな、あのまあそういう考えを持つ人もいて、なかなか親に言い出せず、買ったギターを友達の家に置いたまま、ほぼほぼ弾かずに終わるっていう、まあ、挫折が、2回もあるんですが、今回こそはちょっとね本気でこの子と向き合ってみたいと思っています。で、私の、ギター経験なんですけど、いやいや弾いたの見たことあるよって方もいらっしゃると思います。一回、ライブの企画で、まあ、ギターの方とのデュオのユニット、テデステッテっていうユニットをやってるんですけど、そのライブで1曲だけ、お互いに楽器を持ち替えて演奏してみましょうっていうのがあって、その時に私がなのでギターを、でギターの彼が、バイオリンをっていうのがあって、もう本当その曲に必要なコードだけ覚えて、なんとか止まりながら本番を迎えるってことがあったんですけど、まあ、それも、まあね、本番終わって、もう多分3年ぐらい前かな、綺麗さっぱり忘れました。なので、まあ、ギターはほぼほぼ初心者かなと思います。でただまあもちろんバイオリンを弾いてるし、あとポップスとかをやってるので、まあコードの知識はあるかなと、ある程度はね。なので多少普通の人がゼロから音楽を始めるよりはちょっとコード知ってる分、あとやっぱり同じ弦楽器でこう弦を押さえるっていうのがやっぱり馴染みがあるので、まあ、ちょっと親しみやすいかなと思いつつ、まあ、バイオリンと比べるとだいぶねこう6本弦があって押さえる箇所多いなっていう感じなんですけれども、まあ、そんなところでね、なので今回は挫折しないように、いろんな周りのミュージシャンの力を借りたりもしながら、取り組んでいきたいと思います。で、まあ、目標もね何も期間もないとなかなかこうだらっとしてしまって、こう気が抜けてしまったりすると思うので、今回は30日間で、どれだけ上手くなれるかをちょっと記録としてこの YouTube 上で公開していきたいと思います。で30日って結構、毎日やったら、だって毎日1時間やったとして30時間、結構な時間だと思うんだよね。はい、ということで、なるべく毎日のその練習の記録をね取って、皆さんに、その30日間の過程をお伝えしていければと思っています。それでは早速行ってみます。よし、じゃあとりあえず今日はカノンに出てくるコードやってみようかな。キーが D で、なので D、A で B マイナー、F シャープマイナー、G、D、G、A、 結構あるな、重なってるのが、D と A だけだから6個。よし頑張ろう。まず D は
D 一弦、二弦、三弦、一弦二フレット、二弦三フレット、三弦が二フレット。あ、これは弾かないのか。できた。で、次が A。A は二弦、三弦、四弦が二フレット。多いから抑えるの大変だよね。触れないようにしなきゃいけないし、隣の弦に、できた。D、 あ、間違えた。ここだ。で、次が、B マイナー。出た、制覇するやつ。2フレット人差し指で制覇して、いきなり難しくない？こういうこと？あれ？音がおかしい。あ、こっちか。なんか押さえる場所が多いから弦が隣の弦と間違うよね。やっぱ4本と6本の差は大きい。まあ普段5本だけど。もうでもできた。やった A か。 A はこう、できた。で、あった G。 6弦3フレット、2弦、5弦が2フレット、こうできた。で、次 F シャープマイナーか。 F シャープマイナーは、あ、出た、また制覇するやつ。しかもさっきよりちょっと難しくない？なんかさ、またネックが太いよね。なんかビリビリする。抑えられない。5本、5本じゃない、6本。難しくない？指痛。すごいビリビリ言う。でもなんかなんとか弾けてるかな。なんかビリビリしてるけど。よいしょ。で、E マイナーは、あ、こうか。これいけるな。で、さっきやった A か。よし。最初からそうしてみよう。最初が D、 A で、B マイナーが、違うか、こうか、こんなだった気がする。あれ、違う、あ、ここだ。一個ずれてる。やっぱ弦が多いから難しい。どうだ。で、Aなんかやっぱビーンっていうね、気になる。で、G が、で、F シャープマイナーが、手が小さいから大変。で、E マイナー。触っちゃう、手がいろんなとこに。続けよう。難しいよな。あとこっちの左手はなんかこう調べれば手の形書いてあるんだけど、こっちのやり方が正しいのかが分かんないよな。
とりあえず今日はこれを練習します。違う、これが一番苦手かも。5本6本全部一気に押さえるので、めっちゃビリビリ言う。なんでだろう、フレットと触ってんのかな。ということで1日目の練習記録こんな感じ。感想、手が痛い。ここやっぱ弦が太いのですごいこう押さえた時の跡がめっちゃつくのと、あとやっぱ弦が多いから押さえるのが大変なのよね。バイオリンだとこう基本は4本弦があるけど、4本押さえる、一気に押さえるってことは結構少ないので、基本1本を押さえるんだけど、なんでいろいろ考えなきゃいけないことが多いです。あとこっちの動かし方が分かんない。バイオリンもそうなんですけど、右手が結構どう動かしたらいいのやらっていう、こっちの手の形は検索したら書いてあるけど、なんかどの指を使っていいのかとかがよく分からないので、これから勉強していきたいと思いますね。ぜひこの企画、続けていこうと思っているので、もしよかったらチャンネル登録をお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。